おはよう。3月30、湘南半ちゃんぽん。もうね、3月も30か、やばいね。もう今年も4分の1が終わろうとしておりますな。あの、急ぐ必要はないけどね、こう人生というのは短いと思っとるんでね、特に若者、こう夢があるんだったら突っ走った方がいいよ、ほんとね。で、昨日そんなね、夢を持つね、こう二十歳の若者、あの声優志望のね、若者の何ちゅうかな、レコーディングレッスンみたいのを、やっとってね、すごいね、187ぐらいあってイケメンで、声もね、なかなか深くてね、いい声してんだよね。んだから、ちょっとね、いろんなこう可能性を、感じてますな。あとどんだけこう踏み込むかではね、この業界にチャレンジするかだと思います。で、その子もね、結構歌が上手いんだけど、あんま曲をね、まだ作ってないみたいで、まあ本当は作ったかもしれないけど、まだこう世に出してないっていうかさ、公開してない状態でね。で、あの、ちょうどね、同じようなっていうか、ちょうどタイムリーな質問をもらったんで、 YouTube の方に、それをちょっとね、お答えします。Y さんっていうね、なんだろう、シンガーソングライターになろうと頑張っとる人で、まあ、俺の結構大自然歌唱法やってくれてんだって。で、作曲ができないと。で、作曲をまだやったことなくて、まあ、カバーね、コピーというカバーをずっとやっとるみたいでね、どうすれば、作曲ができるかという、そういう質問というか相談を受けましたんで、今日超簡単な作曲方法をお教えします。で、これ結構ね、作曲にも関わるし、俺のね、大自然歌唱法にも、大自然歌唱法の練習方法としてもすごいね、有益なね、すごいこう効果的な方法なんで、これね、ぜひね、みんなやってみて。いきますよ。作曲ってね、鼻歌でいいんだよ。あの、音楽理論なんか分かんなくても誰でもできるね。わしだって音楽理論なんか40過ぎまで知らんかったからね。俺ピアノでドレミが弾けなかったんだよそういう状況なのに、まあ、何百曲何千曲と曲を作ってリリースできました。そんなわしの未だにやっとる作曲方法、そして大自然歌唱法の核となる、こう自然に調和する歌というね、このね、練習方法を今からいきなりやります。見置きですがな。で、今日ウクレレがちょうど半音下げなんで、まあ、これ B というコードです。何でもいい、 C でも F でもG でも A でもさ、自分の好きなコード鳴らして、こうやってこれで、ね、まあ半音下げの C なんで、まあ B のコードです。普通のこの指一本弾ける、こう指一本でこう弾けるし、ね、こう C 指一本これで弾ける。何でもいいからメジャーコードを鳴らしてください。で、このメジャーコードが広がってるこのね、世界観、この音って自然な調和してんだよ。で、この3つの音になってます。ここに合う調和する音をこう紡いでいくの、作曲っていうのは。こう鳴ってる音で、鳴ってる音にちょうど合う溶け込む声で歌う。そうすると作曲にもなるし、大自然歌唱法の練習になります。いくよ。例えば、あー合うじゃん、あーこういう風に、なーあーだーだーだー、オーイエーイ、なーだ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 ー、オーイエーイ、こういう風に、わかる？この鳴ってる音に
こう気持ちいい音を探していくの自分で。だー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 おーいえーいだー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 おいでおーいえーいだだ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 だ。これが作曲です。わし流の何でもいいんだよ。これも最初の音なんでね。これは B のメジャーコードだったら B のメジャーコードに、という世界観に、自然界ね、これは世界の、あの B のメジャーコードという自然界があるの。この自然界に調和する音を探して紡いでいく、これが作曲です。なんでこれ例えば違うコードを弾けば、その違うコードで自分のさ声のさ何声域との関係で違うメロディーが生まれるんだよ。これをやることによっていろんな曲ができます、ね、今 C のコード一発ですよ。でも歌える、こうやって。でしかもこの自然になっている音に調和する音を自分で探して出している。これね、鍵盤の音ではないんだよ。だってこのチューニングってさ、楽器のチューニングってなんちゅうの、特にさウクレレなんかピッチ、いわゆる鍵盤の音とずれてるから、ずれた音が混ざり合ったハーモニー、それも自然じゃん。その自然に対する一番自分の声がフィットする、自然にフィットする音を出す、音を紡いで歌う、これが俺の大自然歌唱法の核なんで。これ結構大自然歌唱法の大事なテーマだったな。湘南半ちゃんぽじゃなくてこれ大自然歌唱法にしよう。で大自然歌唱法の一個としても出しますね。こうやってあの歌っていうのは作っていく。わしはね、もうもちろん鍵盤とか楽器とかね、いろんなさ何音楽理論にのっとって作るのもいいけど、まずはなんかコード一発鳴らして、そこに対して歌える歌を探していこうね。そこで今みたいにね、今だって曲になったじゃん、一応ね、一応なんとなく起承転結して曲になりました。でもっと違う世界に行きたい時に違うコード使うのね。 C から G に行ったり F に行ったり、そうするとまた違う世界が現れる。そこでまたその違う新しい世界に合う自然の声を出していく。こうすることによって曲は無限に作れます。なんでね、ワンコードね、 Y ちゃんワンコード、一番好きなね C でも F でも何でもいいです。その好きなコードを鳴らして、それに対して鼻歌を歌ってる、こういう風に。そういうことによって曲にもなる可能性もあるし、大自然歌唱法ね、自然の歌ね、上手い下手じゃなくて自然に響く歌だったら誰もピッチ修正しねえんだよな。昨日俺動画上げたけど、昨日おとついリリースした曲の OK テイク、一発 OK テイクのわしが歌ったボーカルテイクをメロダインという、まあ、パソコンのあのピッチ修正ソフトで解析してみました。そうすると鍵盤がずれまくってます。でも自然に歌ってるから修正したくないの。プロデューサーは修正をしないと判断するの、ね、だってこのさ広大雄大な景色ね、この海とか富士山とかね、いろんなもん見てね、こうなんちゅうの、この海さ、もうちょっとさこう形を変えたいって思わないじゃん。だってこれが自然なんだもん。でこれが海だよね。この海をなんかさ、ちょっとこう、もうちょっとここ、こうしたいとかさ、思わないでしょ、細かいことは。それと同じで、大自然にのっとった歌を歌うと、鍵盤からずれても、ピッチ修正をされないというね、この事実を俺は強く言いたい。なんでこう、朝から大自然歌唱法か、今日は。ね。まあ、ちゅうことね、今日ちょっと半ちゃんぽじゃなくて、なんとなく、大自然歌唱法のね、結構大事なテーマに踏み込んじゃったんで、これはまあ半ちゃんぽでありながら、
まあ、大自然歌唱法の一つの、コンテンツにしますんでね、もうぜひね、Y ちゃんこうやってみて、ね、つまり誰でも曲作れるんだよ、誰でもね、こういう風にね作っていきます。なんでね、ぜひちょっとシンガーソングライターとかね、いろんな歌手志望の人、ね、鍵盤平均率という人工的な音律に縛られるのやめて、自然の中でコード鳴らして、そのコードにこう気持ちよく調和する声で歌う、これがまず第一歩ですね。もうなんか宗教っぽいけどねまあ宗教っぽいけどしょうがねえ、俺あの無宗教だから、まあ、自分が教祖だから、まあ、しょうがないなこれはな。まあちゅうことで、ね、今日はね、朝から暑苦しく誰も求めていないね、ワイちゃん以外が求めていない、暑苦しいお話でした。ちゅうことでね、今日はこの辺でバイバイ。